こんばんは。ああ、めっちゃ眠い。寝たけど、寝たんですよ、結局。結局寝たんですけど、めちゃくちゃ眠たい。さっき起きた。もう始まるもぎっきりまで寝てました。さっき糖分食べたチョコレート摂取して、まず めっちゃ眠いわ。やばい。でもさ、今ね、あ、待って。寝ちまった分さ、寝れるんかね、夜。まあでも言うて1時間も寝てない。30分ぐらいしか寝てない。寝て30分やから、多分寝れる、普通に。普通に寝れるわ。あ、やべ、ちょっと頭から角入ってるみたいな。普通に多分、寝れると思う。もうね、眠たいから多分。寝ようと思ったら多分ね、全然寝れる。あ、ユッケさん、クマかけ10匹ありがとうございます。ありがとうございますユッケさん、ありがとうございます。クマかけ10匹、売れピーマンです。ピョンピョンなんか出てる、なんか出てるよ。角が出てる。ちょっと綺麗にするね。こうやったらツインテールに見える。そうだ、皆さんはなんか今ドラマ見てます？なんか、その話すネタがないみたいになってるけど、そのなんかドラマ、今なんかパッと、話題と思ったね、ドラマの。ドラマ、なんか見てる人、でもマジでいろんなメンバーが見てるドラマはマジで面白いって言って、私も見てるドラマがついちょっと前に5話放送されててんけど、私まだ5話見てないねんけど、最悪や、切れたわ。ちょっとゴム取ってくる、ちょっと待って。よし、で、取ってきた。なんかみんな見てるのあります？私結構見てますよ。私なんか全然見てなくて最初だけど、なんか暇つぶしに私お料理を自炊よくするのね。で、洗い物とかご飯作る時とかに
こうなんか流すためのもので、なんかまあそのいい感じにさ、シーンってしてさ料理するのってさやっぱ嫌やん。えかさ、こうなんかさかけながら料理したいなと思って、まあそれでなんかないかなとかっていろいろ見よってんけど、なんかみんなあります？私はちなみにね、見逃し配信で過去一番になった、今もうめちゃくちゃあれしてる、あのあれ、おお眠い、なんか見てる人は全然コメント多分みんな投げてくれてるからやと思うねんけど、なんか見てるドラマ教えてちょんまげ、わかります？僕このドラマ見てるんだけどみたいな、ある？サイレント、クロサギ、最近彼女は綺麗だと見た、おお。サイレント、クロサギ、なんとかなんと、いやカイアちゃんのドラマで、なんとそれ相棒見てんの、あー新しい、なんか相棒復活みたいな、相棒か、大河ぐらいしか見てない。PICU。ね、うちもね、何見てたっけ、あれ見てる、私医療ドラマすごく好きなんですよ、昔から結構さ言ってるんだけど、医療系のドラマすごい好きで、なんか今までとかドクター X とか、なんだっけ、ナイトドクター、何があるの、キリュウとか、なんか N なんちゃらかんちゃらとか、なんか分からんけど、結構昔は血が苦手で医療ドラママジで見れんかったんだけど、でもすごいいい話じゃん、めっちゃ泣けるし、私医療ドラマ好きだから今医療ドラマ結構見てる、2つ見てる、なんだっけ、あのなんちゃらはカルテが教えてくれるみたいなやつと、あとなん英語のやつ、あの吉沢亮さんが主演のやつ、なんていうタイトルか忘れてた、あれ最初見てなくて、 PICU か見てなくて、だけどそう医療ドラマだから面白いかなと思ってそう見てんの、ね、面白いよね医療ドラマ結構見てる、感動する、コウノトリとかめっちゃ泣きまくったわ、そう10位ドリトル見てましたか、見てたよ、そうあとね何見てる、あとなんかミステリーも好きで、なんかなんちゃらっていうミステリーのやつも見てんだけどね、なんちゃらってやつ、正直何だったか忘れたわタイトル、なんだっけな、なんだっけ、あ
霊なんちゃら探偵城塚なんちゃらってやつ、ちょっとわかんない、読めない、漢字読めない、霊なんたら探偵天塚城塚なんちゃらみたいなやつ、これ見てるよ、うち。あ、そう、翡翠そう、翡翠さんが出てくるんですよ。そう、あのね、お化けとか嫌いだけど、これもミステリーなの。事件です。コナン君と一緒。事件解決していくの。探偵もの。大好き、探偵もの結構。だからそれも見てるし、あともうメンバーみんな、ほとんどみんな見てる。サイレントマジで泣ける。サイレントもうね、歌もいいよね。歌もめちゃくちゃいいし、お話もめちゃくちゃいいよね。あれが原作ないってやばいよね。原作ないんだって思った。あれ書いてる脚本さんすごい。めちゃくちゃ対比とか伏線っていうんかな、ああいうのをめちゃくちゃね回収してて、ここ何話と何話が対比になってたみたいなとかすごい あるんだよ。でそれをなんか、こことここがこういうことだったのかとか、トレンド毎回入ってるから、それをあのトレンドとか、そういう何、ファンの皆さんが高速だったりとかこうって書いてるのをあの見るのめちゃくちゃ好き。そう、手話ね、なんか手話ブーム来んのかな、ドラマの影響で。分からんけどな、どうなんやろ。手話はね、私は高校生の時にあの福祉の授業を取ってたんですよ。だから授業の福祉の中の一つで手話があったんですけど、私ね、手話の授業自体もともと数回しかなくて、そうで数回しかなかった上に、あのちゃんと授業を受けたのは1回しかない。そう、ちゃんと授業を受けたのは1回しかなくて、でもテストは受けたよ。その実技的なものを、その先生が来てみたいな、外部の先生が来てこう教えてくださるんだけど、その授業は受けたのは1回。それ以外の多分授業受けたのが1回。そもそもね、その手話の授業が多分4回か5回しかなかったの。そう、他にもいろんな授業があるけん、福祉なんで、その中の一部やから。そうだから、それで手話やったから、ちゃんとその手話を習った、マジで。でもテストは受けたよ、テストは受けた、だから勉強した勉強はした。で私は本当に1回2回ぐらいかな、でも手話を自分で独学で勉強しようとかって思った時があったんだけど、2回ほど挫折してるからねそう、1回目は本当自分が習ったところまでの復習ぐらいであって、で2回目もう1回やろうと思って、結構なんか日常会話のなんかこういう感じみたいなのをこうやってめちゃくちゃ見て、あ独学よあーとかってやってたんやけど、あ地道な走り屋さん、熊かけ30匹ありがとうございます。熊かけ30匹ありがとうございます。ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。そうやっててんけど、もう結局忙しすぎて、やろうと思った期間がマジで忙しかったっていうのもあって、もう結局ね勉強どころじゃなくなって勉強はやめちゃったんだ。でも自己紹介できる、
私の名前は行雨天、うん、ゆってどっちだっけ、いつもゆ忘れちゃう、ゆりなかな、多分合ってるはず。ゆりながいつもわからんくなるな自分で、ゆがいつもわからん。でもりはこれ、なはこれのはず。ゆってゆがわかんない。でもこれは高校あれ何年生 ?2、3年生の時に習ったの。あ、ゆだ。ゆりな。え、な合ってるよね、多分。な合ってる。そう。これは覚えてる。なんかね、でもね、ぶっちゃけ私がその実技の先生とかのやつで、習ったのは本当に基礎だよ。だからうちがその実技の先生が来て習ったのは名前、あ、でも名前はなんか西と東で表現の仕方が、まあでも手話って人によって表現の仕方が違うっぽいんだけど、サイレントは私の名前ってこっちなんだよ。私こっちで習った、名札の方で習ったから、これ結構西と東で違うらしい、多分ね、なんか分からんけど、でもどっちも通じる。私はこっちで習った、でもサイレントはこっちだった、名前の表し方が。そう、いろいろあるけんね、結構伝え方人によって難しい。そう、あと何習ったかな、あとはね、もう高校生の時に習ったからな。あ、私、あ、それこそあれよ、サイレントの時につむぎちゃんがやってた手話だよ、完全に習ってたの。だから私あれ分かったもん。そう、そう、私の誕生日は3月14日。かそう、あと何、家族は5人、これしか習ってないからな。そう、そう、あと何やってたかな、つむぎちゃん。うちも本当に基礎中の基礎のやつしかさ習わなかったんだよね。まあ、数回の授業だからな、そもそも。でもさ、逆にさ、高校2年ぐらいの時にやったやつよう覚えてんなって自分でも思った。そう、ちなみにうどんは、こうだったっけ、これなんだっけ、これがね、とうかなん、あ、なんかの指文字なんだ、こうだった。ラーメンはこうだった。そう、だから好きな食べ物はってことね。逆に嫌いな食べ物はトマト。あ、1位になった。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。わーい、わーい、わーい、嬉しいな。やった。でもまだ先は長いからね。そう、トマト。チョコレートはね、分からん。チョコレートは分からん。うん。そう。チョコレートは分からん。てか私逆にこっからマジで忙しいから、あんま配信できないんですよ。明日、明後日。そう。チョコレートは分からん。チョコレートの手話で調べれば出てくるかもしれないけど、うん、ちょ
野球とかって何なんだろう。でも普通にこうじゃない？野球って確か多分野球普通に打つ振りじゃないかな。私も本当に本当に高校2年生の時に実技で勉強したのは1回だからね。でもさ、小学生の時とか手話で歌やらなかった？何の歌だったっけな。なんかあるんですね、やったよね。でも手話もいっぱい表現の仕方たくさんある。なんかドラマとかでもいっぱいあるらしい。そう、一つのことにいっぱい、あ、ドラマってそのドラマじゃないね。一つの言葉いっぱいいろんなのがあるんだ。でも私は学校でっていうか、私はその科目を取ったから、やあの取っただけで、取らなかったらそれはないですよ。私が福祉の授業を選択で選んだから、その授業を受けただけで、選ばなければその授業を別にしなくていい。だから同じ学校でも選んでない人は選んでない。私もそれがなかったら手話はやったことないと思う。待って、私これハンマーでだったわ。ハンマーですね。ランキング読まないとやばいわ。ちょっと待って、忘れてた、ハンマーででしたわこれね。危ないよね。13位マーニャンさん、12位ヒカリオン 100X さん、13位、あ、間違えた間違えた、11位カズヤさん、10位ホイホイさん、9位ナッティさん、8位ハギハギさん、7位アッキーさん、6位シンドさん。よし、ここからあ、間違えた。あ、間違えた。なんか字があべこべになっとる。よし、はい、いきます。はい、チーズ、ありがとうございます。4位サーマスさん、いきます。はい、チーズ、ありがとうございます。落ちた。次3カズさん、カズさん、いきます。はい、チーズ、ありがとうございます。次に、あれ、ルッケさんってクマかけ10匹だったっけ？違うっけ？ルッケさん、ありがとうございます。はい、チーズ、ありがとうございます。はい、1位地道な走り屋さん、はい、チーズ、ありがとうございます。よいしょ、次は確か19時とかやったよな。よし、というわけで、リュッケさんはクマかけ10匹で合ってるんかいな。クマかけ10匹ありがとうございます。そして地道な走り屋さん、クマかけ30匹ありがとうございます。イエーイ。次は40分だ。
ね、19時から40分、うん、合ってます。というわけで、じゃあ私は19時40分なんで、トリマ買い物に行ってくるわ。マジ晩ご飯 何しよう、何も決めてない。でも昼遅かったからなとか言って、結構しっかり食べたしな、お昼何にしよっかな。迷いますね。何作ろうかな。まあ、なんか決めて買おう。何しようかな、マジで。あ、そう、昨日ね、オムライスだったんですよ。めちゃくちゃ久しぶりに作りました。昔すごくあのオムライス小学生の時作ってたんですけど、超久しぶりに作りましたね、オムライス。なんか妹のお弁当とかでは作ってたんけど、なんか普通に自分にドーンっていうのはなくて、超久しぶりに作った。ちゃんとスープとサラダも添えて、いいやろ、いい感じにね、美味しかったですわ。うましでした。久しぶりに作ったけど、あれ見て、オムライス作ったさすが。よし、じゃあ私は買い物に行ってくるわ。ちょっと何買おうかな、今日の晩ご飯。迷うよね。それじゃあみんな、また後で、バイビー。